先日、えー、チェーンソーマンか。チェーンソーマンっていう人気の漫画があるんですけど、そちらのアニメ化に際して、えぇ、ー、ヨネズが、えー、なんだ、主題歌を担当するっていうことで、まあ、それなりに話題になったんだけどさ、うん。まあ、ヨネズゲに関しては、えー、っと、俺あんまり知らんのやけど <laughs> ね、ね話題に出すくせに全然この彼のことを全然知らんのやけど、えー、っと、新ウルトラマンとか、 だったっけあれも担当しとるよね。で、割と最近は、あ,あ,あと、スパイファミリーだったっけじゃあ、あれは星野源だ。そやね。<laughs> スパイファミリーは星野源やね。で、そうやってさ、あのー、本来アニソンシンガーだったりとか、えー、声優、うん、そこに出演しとって、 あの同時にアーティスト活動をやっているよっていう声優の人が主題歌を担当するっていうのはまあアニメ業界としては普通なことだったわけですよ今までね。けど割と最近、えー、そうやって外部の人あのスポットとかじゃなくてね例えばワンピースでいうああえっ、ー、とアドだったっけああいう人はまた別としてね。でなんだろう割とその出版社というか ねそのそのね大注目の作品を作る人たちはねあのそうやって米津玄師だったりとかに頼ったりとかするわけですよもちろんねえー、まあ実力は言わずもがなだと思いますしあと数あ数人も数字だよね数字うん結局商売なわけですからやっぱ大人気作品 ね、大人気原作を、えー、そうやってアニメ化とかする場合はもちろんそのね大人気な人じゃないと呼び水にならないから訳のわからん人間をさ起用したってさ売り上げとしてはねあの1010 10けれる幅があるんやったら10けるのが一番じゃないですかねあのー、そういう訳のわからん監修に従って5しか稼げんかったら5は損失なわけですよ機械損失なわけですよ だからまあそういうのが選ばれる。数字をもっとってもちろん実力,実力もあるよみたいな人が選ばれるっていうのは、その肩入れしとるうん。注目作品であればあるほど、そういう人たちが起用されるのな,なってのはわかるんだけど、そこら辺はね、なんて言うんだろう。そういう選択肢をさせたってのが、まあね、あの、そんなに俺昔からアニメの業界にね、なんかその深い造形があるってわけじゃないけど、 うーん、何て言えばいいのかなアニメってね、昔に比べたらだいぶ放送の枠が増えたわけですよ。そうだな。それこそ20年とか、それくらい前と比べれば、ね、えっと、ワンクール。アニメとかって大体そのワンクールって言って、えー、3ヶ月ですね。うん。 1>, 3ヶ月1月から3月で4月から、えー、6月7月から9月10月から12月みたいな感じで3ヶ月ごとに大体全12話くらいでやられるんだけどうんその中でこうやってアニメがねあのオタクのネクラいの趣味みたいなところからもう割とその一般人にまで普及するくらい、えー、すごくね広がってきて放送枠も増えたわけですよ。 で、そのおかげで、もうワンクール。ね、50本とか平気でやるわけですよ。大小様々やってね。ピーク時そうかな。うん。もう今ではネットとかそういうのが出てきたからあれかもしれんけど、テレビだけでやっとる、あれでもやっぱ30、40、50とか当たり前になってきとる時代なんですよ。そうすると、ね、一個一個にかけれる労力、金、うん。ね、それで得られる収益っていうのもかなり限られてくるわけさ。 ね、でその中でね、あのもちろん納期ね、一年に4発ね、やらなあかんっていう制限もありますから、だからこそそうやってね、割となんかその小なりというか一個一個のものに対して力を入れるっていうのがどんどんなくなってきた業界でもあるわけさ。うん。それでいてやっぱり放送枠が多くてアニメ会社も多くなるから、アニメーターの給料が上がらんとかさ、ね結局はその なんだろうな、アニメで儲けるっていう話を昔結構あったんだけど、そうじゃなくてもう原作アニメなんてのはもう30分やる CM みたいなもんで、<laughs> すごいなんか嫌な話なんだけどね。アニメってのはもう30分その枠を使った CM みたいなもんで、原作だったりとか、あとイベント、うん、声優とかを登壇させてやるようなイベント。 今はコロナでできないですけどね。そういうのをメインで、えー、お金を稼ぐっていうのがもう当たり前になってきとるから、そういうね、アニメーションっていうのが、そんなに力が入れられなくなったっていうのがあるわけですよ。たまにその何年か越しに作った作品とか、そういうのが当たることはあるんだけど、やっぱ社会現象を起こすっていうことになるとさ、うん、なんて言うんだろうな、ライトな層にもいっぱい頑張れるみたいな、そう鬼滅とかさ、 呪術廻戦とかああいうのってさ、まだ話は変わってくるわけじゃないですか。そのオタク的なサブカルのアニメとかに比べるとさ。けどじゃあ、そのさ、チェーンソーマンとかもそうだけどさ、ああいうのって、どっちかって言われたらどちらかといえばサブカルなんだよね。うん。その、ワンピースとか鬼滅とか呪術廻戦とかそういう系じゃなくって、うん。もっとオタクキスなとこがある原作でありながら、やっぱり、 売るる時ににになっってててくると一般の人にもさらに見ほしいっていう力もあったりとかしてさうん。その中でね、まあ、ここから本題にちょっと入るんだけどさ、まあ、手短に済ませるよ。あの、主題歌っていうのを、ね、そのアニメの主題歌っていうのを、ものすごくいい加減に扱っとるっていうのが、今のアニメ業界なわけさ。 あまりこういうことをね、俺の好きなアーティストが所属しとるから、あんまりこういうこと言いたくないんだけどさ、まあ一番わかりやすいのはキングレコードっていうレコード会社があってね。まあそこは別にさ、まあアニメも,もちろん手掛けたりしとるわけよ。巨大資本のでかいレーベルだから、ね、それこそ昔はスター・チャイルドなんかもあってね、エヴァンゲリオンとか、ああいうのにも出資しとるような場所だったわけよ。うん。 そういうのがある中で、えー、自分のねアニメをアニメ,アニメを作る会社ではなくその所属するアーティストの歌を広めてアーティストを売って CD だったりとか配信最近だったら配信とかでライブとかでそういうのに集客するっていうのを主としてるものの力が強くなったせいで主題歌って主題じゃないですか文字通り主題の歌なんですよ。 その歌を聴くだけでその作品がどんなものかっていうのが分かるくらいじゃないと主題歌として意味をなさないわけですよ。だってそうでしょね <laughs> けどそういうねキングレコードなんかを中心に行ってきたとこっていうのはあの、なんだろう。全く そのアニメ作品とは関係のない。なんか雰囲気くらいは寄せるけど、そのね、その曲を作るベースとしては寄せるけど、基本的にはアーティストの歌を、えー、そのまま当てますよ、みたいな。うん。で、その主題歌として起用しますよ、みたいな。けど、その曲を聴いたからといって、そのアニメでも中身がわかるかって言ったら全然わかんないんですよ。そのアーティストの曲だなーってのはわかるんですけどね。 そういうい悪いこと、うん、悪いことですよこれに関しては。そんな悪いことをしとったからねからそれこそ星野源とか米津玄師とかってそうやってねあのみんなにね大衆に人気があるっていうのも大前提としてあるんだけどそれ以上に作品のの世界観をもすすごく大切にする人たち,なのよ、うんね、ちゃんと主題歌を主題歌として、うん、やるのさ。 だから何だろうえっとそれこそ星野源なんかまさにそうだよねドラえもんなんかが一番分かりやすいかもしれんけどさその星野源の見る世界観の中でドラえもんというのをしっかりと表現してねでその歌を聴くだけでもねまあタイトルがそもそもドラえもんだからさあれなんだけどねえで米津玄師のそうやしあとスパイファミリーの喜劇もそうだよね俺すごいもうあの歌を聴いた時にさねあのあなるほどと。 ね、あの、スパイファミリーは、あの、ウェブの漫画で読んどるから、あの、作品は大体分かっとったんやけど、けど、その、ああ、なるほど、星野源というフィルターを通すと、えー、あの作品が喜劇となり、ね、うん。ね、ああ、なんかこういう世界観を描かれるんだ、っていうアプローチもできたりするわけさ。うん。そういうのを、今のアニソン業界っていうのはなくしとるから、だからそういうふうにね、あの、ちゃんと主題歌を歌える人、ね、っていうのが、 仕事を取っていくよ、ねうん、だから普通になんか分離しとるというかさやっぱマイ,マイそのマイクール何十本もやるからねそれだけ主題歌が必要になってくるわけですよだから結局あのいい加減になるというかさ、うん、そのリリースの曲のリリースの,あの頻度っていうのは高くなるかもしれんけどじゃあそのね歌がどれだけ売れるかって言ったら微妙っていう 実際それでね、あの、伸び悩むアーティストみたいなのもいっぱいあるし、それよりもね、昔からもう、同じようなことをやっとるアーティストよりも、やっぱ、最近の時代、新しい人たちっていうのをどんどん起用してって、どんどん当たれみたいな、うん、ことがあったりするわけよ。ね。それが、それの最たる例がさ、先日、先日っつったら変か、先月、夏の、 終わりくらいにあった、毎年やってるんだけど、アニメロサマーライブっていう、もうアニーソンをね、やるっていう中で、そのレーベル、所属のレーベルっていう、まあレコード会社ですよ、の枠を取っ払って、いろんな人が出演して、まあフェスみたいなもんだよね。うん。いろんな人が出演して、いろんな歌を歌ってっていう、そういうなんかお祭り事をやろうぜみたいなのを、もう10年以上か前からやっとるんだけど、 アニメのサマーライブっていうのはね、そこですごい面白かったのがさそこでピックアップされるのがね所属しとるアーティストは最近流行りのアーティストなわけよ。うん。最近売り出し中のやれ「馬娘のなんだ」とかもきっかけでさやったりとかあの YouTube とかネットを中心に活躍しとる人たちとかねそういう人たちが最近デビューしたばっかとかデビューして数年とかさね選ばれるアーティストはそうやってね若い。 新進気鋭と言われる人たちなんだけど、その人たちが歌う歌ってのは、もちろん、もちろん自身、自身の曲もね、イントネーションおかしくなってきた。もちろん自身のね、あのー、出しとる曲ってのもあるんやけど、その他にもう何十年前に出された過去の人の歌っていうのをカバーする形で出したりしとったわけよ。で、そっちの方がネットでバズるんですよ。うん。ね。 それだけ、なんて言うんだろう。乖離しとるんですよね。昔の方がやっぱ主題歌は主題歌として扱われとったわけですよ。で、それが今でも色濃く残っとって、じゃあ、ね、あの、今のアーティストがじゃあ今の歌歌って、それで人を引きつけられるかって言ったら、そんなことは全然ないっていう。うん。そこら辺がなんかすごい悲しいなって思いました。だからなんだろう。 あの、割と俺は、あのー、まあ、うちのチャンネル、このチャンネル以外にも、アドベンチャーゲームのチャンネルとかもやったりしとるんで、えー、昔からアドベンチャーゲームなんかはすごいやっとるんですけど、そこってもう主題歌をちゃんと主題歌としてやっとるわけですよ。うん。その作品、その曲を聴くだけで、あ、どんな世界観でどんな人たちがどんな物語を繰り広げられるのかっていうのがわかるくらい、はっきりとした主題歌っていう、うん、のがあったりとか、 ね、だから、えー、っと、わかりやすいのが、あの、シュタインズゲート。結構みんな知っとると思うんだけど、シュタインズゲートとかをやっとる、えぇ、ー、メイジスっていう会社の、その作詞作曲なんかをやっとる志倉千代丸さんなんてのは、もうまさにその主題歌ってのをしっかりと大事にしとって、で、その、志倉千代丸さんの歌を聴くと、あ、この作品はこういうのだなっていう、主題歌にネタバレが挟まれるっていうね。<laughs> あ、主題歌を聴けばこの作品はこういう世界観でこういう展開になるんだなっていうネタバレがね、ちゃんと考えればネタバレができるんじゃないかっていうくらいのレベルに達するくらい主題歌ってのをその作品を象徴するものとして、うん、作っとるわけさいや。そういうのって、うーん、まあ、なんだろう、今の時代なんかそういうのをさ、読解力ってのが本当に今の 人たちってどんどんん衰えとるからさ、うん、言葉は認識しとるけど読解力というか文章というかそこに含まれる意味ってのを、えー、理解できる人ってのがどんどん減ってっとるからそのせいもあって主題歌ってのをじゃあそういうそういう傾向があるんだったら主題歌っていうのをもっとねジャンクにしてなんかその都度な何て言うんだろううーん一瞬の花火みたいなインパクトだけを残すような歌 ね、サビが、ね、サビのフレーズとか、メロディーが残りやすいとかさ、うん。そういうのをメインにして作るっていう商売も正しいっちゃ正しいかもしれんけど、それじゃあまあ、あの、花火はね、あの、打ち上げ、パン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 打ち上げられてるけど、じゃあ、その中で心に残った花火、ね、じゃあ花火大会を想像してくださいよ。うん。ね、何万発っていう花火を、 打ち上げて、もうね、うわこの花火すごいって印象に残る花火ってありますあだいたいこの時間帯に、あの、この時にあった、この色とした、ね、これを表現した、あこの花火がすごかったって印象に残る花火ってありますないですよね。うん。1個前、ね、つい3ヶ月前のアニメの主題歌で印象に残ったのって何かありますじゃあ、1年前は 2年前は ?5 年前はっていうと、もうないですよね。うん。懐かしの、懐かしの名曲みたいな、懐かしのアニソンランキングとか言ってさ、わけのわからんことをよくテレビでやるけどさ、それってやっぱり、ね、平成、本当になんか20年ぐらい前の曲ばっかじゃないですか。ね。いや、そういう時代に来とるんですよ、アニソン業界って。それはなんかすごい悲しいなって思う。<laughs> まあ、これに関してはね、個人的な怨恨も詰まったりしとるんだけど、うん。なんかすごいそのね、さっき、さあの途中、最初の方でも言ったようにさ、あの、俺の好きなアーティストがね、すっごい思い入れのある曲があったのよ。うん。本当にそのアニメの主題歌として作ったんじゃなくて、もう個人的な思いとか人のつながりで、あの、プレゼントされた曲だったんだけど、そいつをね、なんかアニメの主題歌みたいな感じの安っぽい、 名札をつけてリリースされたことがあってさ、それに対してものすごい憤りを覚えてるわけですよ。<laughs> まあそういうね、恨みっていうのは結構入ったりしとるんだけど、まあでも実際そうだと思います。うん。まあ商売、どれだけ商売っていうのと気持ちっていうのと、その作品をどれだけ大切にするかっていうのがね、あの問われる時代ですから、 やっぱ商売ですからね。商売第一なわけですから、利益を出さなきゃどうしようもないわけですよ。うん。だからそういう悲しさも相まってね、この話をしとるんだけどさ、皆さんはどう思いますかはい、そんな感じで以上、コマミリでした。